マノレテコとマヌエル・ラウレアーノ・ロドリゲス・サンチェスは、スペイン・コルドバ県コルドバ出身の闘牛士。1917年に、アンダルシア地方のコルドバ県コルドバに生まれた。1931年に、闘牛士としてのキャリアを開始し、1939年7月2日に、セビリアのマエストランサ闘牛場で、聖闘牛士に昇格した。 1940年代のスペインにおいて人気の高い闘牛士であり、最高の闘牛士の一人に数えられている。1947年8月28日に、ハエン県リナーレスで行われた闘牛では、三浦牧場で育った 495kg のイスレロが、その日5番目の闘牛として登場して、マノレテと対面した。しかし、マノレテはイスレロに右足の太ももをつかれ、 翌日の8月29日朝に死去した。当初は友人である、サンチェス・デ・プエルタ家の墓地に埋葬されたが、1951年10月15日には、出身地のコルドバにあるサルドの聖母墓地に移された。コルドバ県によって、闘牛のカリフという名誉称号が与えられている。2008年には、映画、マノレテ情熱のマタドールが公開され、アメリカ合衆国出身の俳優である、 エイドリアン・ブロディがマノレテを演じた。ありがとうございます。